はい、どうもアーサーです。ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきます。ということで今回はですね、ただいま新しい不思議な贈り物が配布されたということで、早速ですねそちらの方を今から受け取っていきたいと思います。でシリアルコードを入力することにより、まあ、受け取ることができます。それでは入力していきます。でまず NE0R0TMC0VER、 これを入力することにより、はい、着せ替えアイテムがプレゼント。でこの着せ替えアイテム何なのかというと、あのスマホのカバーらしいです。ネオキタカミカバー、結構見た目かっこいいので、まあ、皆さんぜひ、ね、受け取ってみてください。まあつってもスマホのカバーを見ることは、まあ、ゲーム内でもめったにないんで、まあ、メニュー開いた時くらいか。ちょっとつけてみますか、せっかくだし。スマホロトムのこれですね、ネオキタカミカバー、これに変更します。でメニュー開いて、まあ、こんな感じになるということで、ね、まあ、皆さんもぜひ受け取ってみてください。今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。